エブソン、リオンジー、2センターバックまだ残っています。さあ武田のロングスローが入ってくる。エブソンか、スラしたところ森川のシュート、森川のヘディング。スタメンということで、あの彼自身もやっぱり何とかしたいっていう気持ちがね、その森川のシュート、はい、こういうシュートに出てきますよね。はい、振り向きざま右足のシュート、この結果があのベルギーのロングボールにね、はい、あの繋がってると思いますよね。今週はさまざまなフォーメーショントレーニングをしていたんですが、サヌキは現在 4-4-2 のフォーメーション。さあここは森川、仲間のボールが繋がる、倒されるがホイッスルありません。高木が冷静に前線に送りました。弾き返してもう一度整い直すサヌキのディフェンス。ボールをカットするベテランの橋本、安西和也、マークミスだとかもないんで、はい、ディフェンスは集中してると思います。これまでその何度かセットプレー、コーナーキック、セカンドボールを拾いたいですよね、はい、さあ裏のスペースへというところをリオンジが対応する。大輔、そして高木義明というところですが、ここはボールは森川、外から回っていくのが西、その西へ森川中に入る。ファーサイド渡辺大吾待っている。まあ、彼もね本当にあのベテランですからね、はい、今何が大事かということ分かってくれてますよね、はい、もう高木も32歳になりました。讃岐に来て4年目です。さあ中を使っていく仲間、今度は右、中央には3人の選手がいる。中に送っていく森川のこれがボール、つなぎなところではね、あの讃岐の方のディフェンスがしっかり対応してますよね、はい、ファールに気をつけること、相手のクリアボールにしっかり準備しよう、3点を注意しました。はい、やはりちょっとこのボールをまあ持ちすぎるわけではないんでしょうけれども、さあ讃岐左サイド中を使っていく、振り抜けるかシュート、打つことができませんでした。コーナーキック、最後は中に入ってますね。そうですね、はい、高木義明が左、そして、梶川亮太が、まあ、右という位置でしょうか。高木義明、梶川のツーシャドウというようなそんな状況となっています。さあ森川、これはコーナーキックを取りました。出ると思いましたけど、はい、出なかったんで。そうですね、はい、これをもう少し続けるのかな。さあこの森川だためこの戦況を見つめます。さあ永田、西につないで戻して、仲間からのクロスボール、落としてどうか、キーパー柴崎です。点はこれ高知で行われたんですが、その試合も含めると8試合ベルディは四国の地で勝てていないというデータが残っています。さあ縦のボール、ここは4位のサポーターからするとなんとか今日の勝利で四国でもちゃん10人の選手で守る東京ヴェルディ、ファーストサイド折り返したところどうか、押し込めるか、わずかには、勝つぞっていうメッセージですよね、はい、さあエブソンのフリーキックです。さあ森川のところ、先ほどヘディング合わせることができませんでした。さあ仲間、一旦外に、高木から木島哲也、シュート放っていった。サヌキ、さあ今林、森川絡んでいく、高木、そして木島哲也、前を向く木島哲也、内田がつく木島哲也とファウルがあって、これ体当ててのコンタクトバトルですが、佐藤健介ボールを収めた。イバー、これで佐藤は反転を狙ったんですが、森川がプレッシャーをかけます。セカンドボールを拾って、これが今日の注目プレイヤーの岡村。この伊庭がプレッシャーをかけ続けたプレーにスタンドから大きな拍手が起きます。これで森川の落としです。渡辺大吾、鍵永田が落ちてきます。これは高木です。角度をつけて入れます。おお、チャンスだ、落ちた、いや、降ってきました、西。ちょっと距離のある、まあ、そういう点では、まあ、442は442で戦いの、まあ、一つのオプションとして横浜市は十分に使えるものとしてあります。ちょっと面白い浮き球だ。抜けたのが森川、残して馬場が低いクロスだ、流してきた。